汗かくとね、バッチリスタイリングしてても、うん、崩れちゃうことないっすか？崩れない方法を教えていきたいというふうに思っちゃったり。そもそも髪の毛って水素結合っていう結合で立ち上げをしてるんですよ、はい、で、どうもー、夏まあ夏やからね、とこ夏って感じです、ね、もう夏ですから、もう暑い。やっぱみんな汗かくんちゃいますかね。 50m 歩くだけでも汗かく。俺もちょっと汗かいてきたもん、今歌ったから。汗かくとね、バッチリスタイリングしてても、うん、崩れちゃうことないっすか？いや、確かに崩れちゃいますよね。ありますよね。あります、あります。そんな人に今日は僕らが崩れない方法を教えていきたいというふうに思っちゃったり、思わなかったりみたいな思っていきます。はい、思っていきましょう。ということで早速解説していくんですけど、まずそもそもなんで汗かいたら崩れるんですかね。なるほど、中西さん。まあ、シンプルに汗かくことによって根元の立ち上がりがね、崩れちゃうっていうのはありますよね。ありますよね。なんかドライヤーとかでせっかくキープさせてても水分のせいでペタンってなっちゃったりとか。そもそも髪の毛って水素結合っていう結合で立ち上げをしてるんですよ、はい、で水素結合って濡れた時に切れて乾いた時に再結合するんですよね。でドライヤーの熱とかでも一緒で、熱された時に切れるんですよ。ほう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 。で冷めた時に再結合されるんですよね。なるほど。それは両方水素結合が結合しててそういう風になっていくんですけど、汗って水分がやっぱり出てくるじゃないですか。はいはいはい。その水分によってその水素結合が切れちゃうんですよ。あお。で立ち上がりがなくなっちゃうっていうのが理論的な原因です。はい。普通に髪の毛濡らしたらベターってなっちゃうもんね。そう、そういうことですよね。そういうことです。あー、わかりやすい。よかった。じゃあその結合をちゃんとキープできるように何をしていくんかっていうところですよね。やっぱりやれちゃいます。はい。やっぱ根元にちょっとスプレーとかシュッて塗ってあげたりとか、ね、立ち上がってるところにちょっとジェルとかつけてあげたりすると意外と長持ちしたりするんですよね。そうですね。そう、僕も実は今日朝バッチリセンターパート作ってきたわけ。ほう。結構前も立ち上げて、はいはい、バッチリスタイリングしてきたわけ。はい。でもこの1日で結構ペタンってなってるんよ。あー、さっきこれ撮る前にちょっとあの鏡チェックしてちょっと気分ペーンってなってんけど、はいはいはい、でこれでほんまにこの立ち上がりのこの前髪のこういうところとかにちょっとジェル忍ばしとくとね忍ばしとくったり、あとはこの根元にスプレー振っとったりしたら結構何スプレー振ったりすると結構ね、確かに確かに、だから結構キープしやすいっていうか、しやすいですね。崩れる崩れるけどな。まあ完全に崩れへんってことはね、崩れるのは崩れるけど、だいぶキープしやすい。スプレー振ったら結構マシになるて。あるよ。中国の方ですか？あるよ。これ結構あるよ、スプレー振っとったらあるよ、マシになるよ。だから結構ねスプレーは大事っていうのはあります。ただねやっぱ根元につくか心配っていうのはあるじゃないですかね。そうですね。スプレーとかも確かに確かに。ソンデンとかは結構ルース使ってるやつとかは安心安全やから、ね、そうですね。そう、いやすごいルース使ってるやつは、ちなみにコタスタイリングの H スプレー、H、あスプレーは H、ね、ハードスプレーのやつ使ってるんですけど、はい、それは結構トリートメント入ってるんで根元にガーッ打ってもまあ全然大丈夫みたいな、すぐ流れてくれるんで、はい、っていうやつ使ってるんでまあ安心安全みたいな。頭皮がどうしても気になる人はそれ使った方がいい。はい、これはもう科学の力です、ね、すごいよね。すごいですよ。なんなら汗かいてもほんまに皮脂吸着パウダーだっけ。はい、皮脂吸着パウダー。しかも髪の毛を守ってくれるホワイトティーエキスっていうのも入ってるよね。あお入ってるからね。はい、なんなら使えば使うほどサラサラになるっていう素晴らしいものでございます。ナイスですね。ナイスですね。非常にナイスです。ナイスですね。ってなるよ。まあちょっとあのね、そんな感じでちょっと結構ね、僕らはジェルとかスプレー振ったりとかってあるけど、はい、まあ割とジェルスタイルってもうバッチリ固まるやんか。カッチリ固まるし、固まるんで割とキープしやすい。そうですね。そんな崩れにくいんで、スプレーとかワックスとかっていうスタイル作ったスタイルよりもなんかジェルスタイル、うん、ジェルスタイリングとかは結構固まりやすい。固定しやすいんで長持ちしやすいかなっていうのはありますね。だから結構夏とかは短くしてもうジェルでスタイリングしちゃうとかね、うん、なんでぜひちょっとそこはおすすめですね。はい。まあこれからもねだんだん暑くなってきますから、スタイリングが
ちょっとね工夫はしていかないといけないかもしれないですけれども、やっぱりそういうちょっとした差でね見られ方って全然違いますから、まだそこはちょっと一工夫大事ですね。スタイリングした時もかっこいい、そしてねお風呂入るまでもかっこいい、そんなスタイルをね皆さんでそんな皆さんでいてほしい。なのでやっぱりちょっと工夫はちょっとしてもらえたらなというふうに思いますんで、はい、この動画がいいねと思ったらその前に言うことあった、はい、まあねその辺のねさらなる詳しいこととかはねもちろんルースと聞いていただければ全員が多分しっかりお伝えさせていただきますので、 YouTube まだこれ見ててルースいけてないぞっていう人はちょっと一回来てみてほしいですね。ぜひご来店の方お待ちしております。はい、はい、心よりお待ちしておりますので、はい、この動画がいいねと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。いきます。ではバイバーイ。ダイエット中って野菜だけ食べてて物足らんくなる現象僕今実際起きてるんですよ。でもポテチのザクザク感があるからこの歯ごたえとかしっかりあってめっちゃ食べ応えある感じ。